皆さんこんにちは。ナビゲーターの旅蔵です。本日私は岐阜県の飛騨高山に来ています。近年高山はインバウンドから大変人気がありまして、再び日本人にも注目され、最近人気の大注目の観光地となっています。そんな高山ですが、新しいホテルの開業ラッシュとなっておりまして、しかもとっても素敵なおしゃれなホテルがオープンしています。本日は2023最新版飛騨高山おしゃれなおすすめホテル7選をお届けしたいと思います。ぜひ最後まで番組をご覧ください。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは1軒目ご紹介していきたいと思います。こちら JR 高山駅前でございます。こちら駅前のロータリー右側に直結でできましたのが、2020年4月オープン、東急ステイ飛騨高山結びの湯です。こちらは212室の大型ホテルとなります。ロビーはこのように飛騨高山の木のぬくもりを感じられるデザイン、そしてこの赤の斬新な紐のアートが飾られておりまして、とっても素敵なデザイナーズホテルのようとなっています。1階はフロントカウンター、そして奥にカフェ、お土産売り場もある便利なホテルとなっています。そしてこちらのホテルは天然温泉の施設が充実しています。2つの種類のお風呂がありまして、こちらが氷炭の湯、奥に露天風呂も見えますね。そしてこちらがヒノキの湯、日替わりで入浴することができます。こちらもゆったりしていて、とっても素敵なデザインとなっています。露天風呂もとってもいい雰囲気ですね。そしてこちらのホテル有料で貸切風呂もあります。こちらは無料で使える足湯コーナーです。そして展望ラウンジでゆっくり過ごすことができるようです。またお部屋でも木のぬくもりを感じられる飛騨家具を使った素敵な落ち着いた感じのお部屋となっています。種類も多いですので、ぜひ事前にホームページでチェックして選んでみてはいかがでしょうか。またこのホテル館内が美術館のようになっておりまして、飛騨の工芸品やアート作品が飾られているところもとっても素敵なホテルとなっています。朝食はビュッフェスタイルで、飛騨高山の地元の料理や和食洋食をいただくことができるようです。はい、それではこのホテルのポイントです。1、駅前立地で最高に便利です。2、天然温泉施設が充実していて、本当にゆっくり滞在を楽しめます。3つ目、おしゃれなロビーと客室で大満足です。またほとんどの客室には乾燥機能付きの洗濯機、そして電子レンジが各部屋にあり、こちらも大変嬉しいサービスですね。4つ目、夕食レストランがありますので、1泊2食付きで申し込むことも可能です。5つ目、朝食ビュッフェなんですが、アンケートを見ているととても美味しいという声は少ないようです。平均点といった感じでしょうか。続いて2軒目です。こちらは2022年12月開業、真冬にオープンしたメルキュールホテル飛騨高山です。こちらはフランスのアコーホテルチェーンのホテルとなりまして、とってもおしゃれなホテルがこちら飛騨高山にオープンしました。場所は JR 高山駅前、先ほどの東急ステイホテルの2軒隣となります。飛騨地方の文化や工芸品にインスピレーションを受けてデザインされた、とっても素敵な大人のホテルです。特に飛騨家具のインテリアは本当に素敵ですね。そして飛騨家具で作られたフロントカウンター、天井の木製のシャンデリアなどは圧巻でございます。またホテル最上階には天然温泉の大浴場を完備しています。こちら大浴場の方はとっても素敵な空間となっておりまして、ちょっとプールのような雰囲気のお風呂が面白いですね。そして屋外露天風呂、
こちらも街の景色が見えて最高でございます。和の雰囲気と洋の雰囲気がマッチングしたようなとっても素敵な空間となっていました。またお部屋も大変素敵なインテリアに囲まれたお部屋となります。こちらは一番基本のスーペリアダブルとなりますけれども、飾られているアートもいちいちおしゃれですね。そして日高区で作られたこのようなとっても素敵なチェアがあったり、ゆっくり過ごすことができます。ダブル、ツイン、トリプルのお部屋がありまして、それぞれにプリビレッジルームといいまして、7階8階専用のお部屋があります。このプリビレッジルームを予約すると貸し切り露天風呂が無料で使えるということでございます。またこちらのホテルは朝食も大変素晴らしかったです。詳しくは旅蔵チャンネルでこちらのホテルの動画を上げております。そちらもぜひご覧ください。さてこちらのホテルのポイントです。1. とにかくおしゃれ、素敵すぎる。特にロビーや暖炉の空間は圧巻でございます。 2022年12月開業の最新ホテルで、とにかく新しくてとても綺麗です。 3. 展望大浴場や露天風呂があり、ゆっくり温泉を楽しむことができます。 4. 朝食がとにかく美味しくて素晴らしい。本当にバラエティ豊かなビュッフェがありますので楽しめると思います。はい、続いて3つ目のホテルです。こちら2021年7月オープン、ホテルアラウンド高山です。全152室の大変おしゃれでリーズナブルなホテルがオープンいたしました。場所は JR 高山駅を出て左側まっすぐ4分で到着いたします。外観は高山らしく、木をイメージしたとってもおしゃれなデザイン。そして目の前には大きな駐車場もあり、車で行くにも大変便利なホテルとなっています。入り口入りますと、このような木のアプローチがありまして、こちら右側が正面玄関となります。中に入っていきますと大変おしゃれな空間が現れました。こちらは観光情報コーナー、そして左側の方にフロントがあります。手前がアイランドカウンター、そして奥のフロントカウンター、両方でチェックインを行うことができます。とってもこじゃれた空間で、デザインも大変凝ったものとなっております。全体的に大変おしゃれな空間、そしておしゃれなロビーとなっています。フロントカウンターの隣にはこのようなギフトショップもありまして、高山の名産品をおしゃれな空間で販売しています。そして奥がレストランとなっています。こちらは花岡ダイニング&バーといいまして、夕食、バー営業、朝食もこちらでいただくことができます。こちらは夕食メニューの一例ですが、プレミアム飛騨牛の陶板焼きです。他にもいろんな種類があります。またこちらのホテルは高山では珍しく、夜12時までやっているバーがあります。お酒の種類も大変豊富でして、そしてカクテルにも力を入れております。地元の素材を使ったようなオリジナルカクテル、ノンアルコールのカクテル、モクテルもご用意しておりますので、こちらで夜の高山をゆっくり楽しまれてはいかがでしょうか。こちらはスタンダードツインルーム、こちらも木のぬくもりを感じられる素敵なお部屋ですね。そしてお部屋の種類もたくさんあります。こちらはパノラマスイート、そしてジ・アラウンドスイート、そして和室のような作りのお部屋もあります。こちらは大浴場です。光が入ってきてとってもいい感じですね。そして貸し切り風呂もあります。洗い場もたくさんありますので、ご家族連れやグループ旅行に楽しいかもしれません。そして朝食は40のお重箱が出てまいります。こちらは楽しい朝食となっています。彩り鮮やかな和朝食、そして洋食のセットメニューもありますので、こちら好きな方をお選びください。
また飛騨牛のローストビーフ付きのプレミアム朝食に追加料金で変更することも可能なようです。さてこのホテルのポイントです。1、高山駅徒歩4分と大変便利です。2、駐車場が平面で大きくて車を止めて観光に行くこともできます。3、とにかくおしゃれな内装で素敵でした。4、接客が丁寧で親切。どの方もすごく丁寧で親切ないいサービスをしてくれました。5、朝食が玉手箱のようでとっても楽しい朝食です。6、温泉大浴場や貸切風呂もあります。はい、続いて4つ目のホテルです。こちらホテルウッド高山です。全70室の小さなホテルですが、とっても高級感がある素敵なホテルとなっています。こちらは木の外観と内装、そして飛騨家具などの作品が素晴らしく、2019年ウッドデザイン賞を受賞したホテルとなります。ホテルの場所は JR 高山駅から歩いて13分程度、古い町並みの地区のど真ん中にある観光に大変便利なホテルとなります。またロビーラウンジは飛騨の文化を継承した立体格子天井となっておりまして、大変素敵な空間となっています。本当にいいですね。こちらのラウンジでは生ビール、ソフトドリンク、そして日本酒の利き酒サービスも無料でサービスされています。とっても素晴らしいサービスですね。またこのホテルは禅がテーマになっています。禅の世界を感じながらリラックスして宿泊していただく、そんな素敵なホテルを目指しているそうです。こちらはそのイメージを体現した茶室となっています。ロビーの中にこんな空間があるのも素敵ですね。こちらは基本のツインルーム、小上がりがあってとってもシンプルなお部屋となっています。またこちらは離れ宿といいまして、メゾネットタイプとなっています。家族連れにいいのではないでしょうか。またこちらの大浴場、ライティングがとっても素敵となっておりまして、幻想的な雰囲気を醸し出しています。湯船に浸かりながら瞑想をされたり楽しんでみてはいかがでしょうか。また朝食は地元の食材を使った郷土料理の定食です。体に優しい味を朝からゆっくり楽しむことができます。さてこのホテルのポイントです。1、高山観光に最高の一等地です。歩いて30秒で古い町並みの中に行くことができます。2、地酒も楽しめるフリードリンクラウンジがあります。こちらでビール、ソフトドリンクなんかも全て無料、心ゆくまで楽しめます。3、幻想的な大浴場でゆっくりできます。4、高級感ある外観とロビーで本当にね、エグゼクティブな感じがいたします。5、客室はとってもシンプルです。ただエアウィーヴなどいいものを使っていますので、ゆっくりできるかと思います。はい、続いて5つ目のホテルです。こちらワットホテル&スパ飛騨高山です。こちらのホテルもルーフトップテラスを設けるなど、大変素敵でおしゃれなホテルとなっています。ホテルの場所は高山駅を出て右側まっすぐ、東急ステイ、メルキュールホテル、強烈リゾートの高山大湾を越えてその奥にあります。約7分で到着です。こちらのホテルのロビーもウッドを使ったクラシカルなデザインとなっていますが、とっても落ち着きますね。そしてウェルカムドリンクサービスとして生ビールやソフトドリンクコーナーが用意されているのが嬉しいですね。また最上階7階には天然温泉の大浴場や露天風呂も用意されています。そして貸切露天風呂もありまして、この4つの種類が全て無料で楽しめます。こちらはその露天風呂、家族風呂の一部です。また湯上がりには漫画コーナー、そして無料のアイスキャンディーサービスもあります。また客室の種類もたくさんあります。こちらはスタンダードダブル、そしてツーペリアツインルーム、こちらはデラックスハリウッドルーム、そしてラグジュアリースイート
という豪華なお部屋もありますので、ホームページをぜひチェックしてみてください。また最上階にはプレミアムラウンジ空があります。宿泊者は朝から夜の18時までソフトドリンクが無料で楽しめます。また19時から23時まではセルフバーとなっておりまして、有料で利用することが可能となっています。また宿泊者は近くのジムを無料で利用することもできます。こちらは朝食レストランのランプ、飛騨高山の郷土料理から焼きたてのパンまでバラエティに富んだ和洋食のビュッフェを用意しています。こちらはですね、なんと料金が1000円ということで大変お得でございます。口コミを見てましても、朝食が美味しかった、良かったという声がたくさん上がっていました。さて、このホテルのポイントです。1、館内全体がおしゃれです。2、プレミアムラウンジ空がありまして、日中はソフトドリンクが無料でいただけます。またテラス席もありまして、昼も夜も大変素敵な雰囲気となっています。3、屋上7階天然温泉があり、4つの貸切露天風呂がすべて無料で使えます。4、朝食の評判がいいです。1000円というのも大変お安くてお得です。5、平面駐車場が45台あり、1泊800円でお得です。6、じゃらん2018泊まってよかった宿大賞岐阜県部門で第1位となっています。口コミが大変いい宿となっているようです。次は6つ目のホテルです。 F 高山です。たった12室しかないデザイナーホテルなんですが、とっても素敵なホテルなんです。これまで京都や金沢で50軒以上の古民家などを改装してきた会社が、今度は高山でホテルを開業いたしました。場所は高山駅前、歩いて3分、210メートルの大変便利な環境となります。1階はカフェとなりまして、とってもおしゃれな空間ですね。夜はバー、そして朝食もこちらで提供いたします。またこのホテルのすごいところは、お風呂がこのようなヒノキ風呂となっています。しかも全室このようなお風呂となっておりますのが驚きですね。すごくいいですね。またお部屋の種類もいくつかあります。こちらはスーペリアツインルーム、そしてデラックスツインルーム、そしてこちらはスイートルームなんかもあります。12室のホテルなのに本当にすごいですね。また朝食は飛騨高山産のほうれん草を使ったグリーンスムージーや手作りグラノーラ、ヨーグルト、そしてマッシュルームパイなどこだわった朝食を提供しているようです。さてこのホテルのポイントです。1、全室ヒノキ風呂付きのゴージャスなお風呂となっています。2、12室のこじゃれたデザイナーズホテルでスマートに滞在を楽しめます。3、駅前立地で大変どこへ行くにも便利となっています。続きまして7軒目、最後の案内となります。2023年3月1日オープン、ホテル&スパギフト高山です。こちらは JR 高山駅から古い町並みの方面に歩いて約5分で到着するおしゃれなホテルがオープンしました。ロビーは日差しが入ってとっても明るくておしゃれですね。飛騨の家具が特徴的になっています。またこちらはフロントカウンター、スタイリッシュでかっこいい雰囲気となっています。お部屋の方もたくさんございまして、こちらがスイートルームですが、とってもいい感じですね。そしてこちらが基本のダブルルーム、こちらがツインルームとなっています。いろんなタイプのお部屋があります。そして最上階には大浴場がありまして、展望大浴場となっています。もちろんこちらには露天風呂もありますので、北アルプスの街並みをゆっくり楽しむことができます。また本格的なサウナもあるのもとっても嬉しいです。よく冷えた水風呂もあります。ゆっくり整いましょう。こちらは湯上がりラウンジ、外の景色を見ながらゆっくりした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。
また1階ロビー近くにはコワーキングスペースがありまして、各席に電源が設けられてますので、リモートワークにも大変便利なホテルとなっています。そしてこちらがレストラン、朝食と夕食を提供しています。ただ現在は夕食は前日までの予約が必要です。午前のようなセットメニューとなりまして、3500円から5000円前後ということでございました。ではこのホテルのポイントです。1、2023年3月開業の最新ホテルです。やっぱり新しいホテルは気持ちいいです。2、展望露天風呂と大浴場があり、本格的なサウナ、水風呂もあります。整い椅子もありますので、ゆっくり整ってみてはいかがでしょうか。3、こじゃれておしゃれな雰囲気のデザインとなっています。4、駅と中心部、古い町並みの間ですので、どこへ行くにも程よく近く、いい立地だと思います。駐車場もあります。さて本日は飛騨高山のおしゃれなホテルを7つご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。高山は大浴場があり、温泉があり、露天風呂があり、そして最近ではプレミアムラウンジのようなドリンクを無料でサービスするようなホテルも増えました。ここ5年で相当のホテルの数がオープンし、そしてレベルがかなり上がっています。今日ご紹介したホテルの他にも、2021年4月1日オープンホテルウィングインターナショナル、そして2021年11月13日オープン地産グランドホテルなど、たくさんのホテルが開業をしております。今回高山のいろんなホテルに泊まってみて、本当に楽しい滞在を楽しむことができました。また高山の街歩き、そしておしゃれなカフェやお店もたくさんオープンしておりまして、本当に楽しい街です。皆さんもぜひ散策にお出かけになられてみてはいかがでしょうか。さて本日もご視聴ありがとうございました。もしこのチャンネルが役に立ったら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。